皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。ハドソンより1995年8月4日に、スーパーファミコン用ソフトとして、発売された横スクロールアクションゲーム。人気アニメ、鬼神童子前期を題材にしたゲーム作品となる。ヒロインの鮮明と同時姿の主人公前期を操作し戦っていく通常の横スクロールアクションパートと大きな機械前期となって固定画面で戦う中ボス戦からステージが構成されている。ストーリーを盛り上げるビジュアルシーンも満載。ストーリー。ある日、鮮明は富士山が噴火して、火の海になり多数の死者が、出る不吉な夢を見る。前期によると、富士には鮮明の先祖である液骨格の、塚があり、強力な結界で封印されているという。鮮明の見た夢は結界に、何者かが触れたため二骨格が、見せた夢ではないかと推測した二人は塚の、封印を守るため、富士へ向かって旅立つ。かつて、この世に鬼神あり。鬼神童子、前期。我覚醒せい。前期強化。特徴、前期、前期を操作し、アクションステージで謎解きをしながらゴールに向かい、ボスを倒せばクリアとなるオーソドックスなシステムを採用している。Y で攻撃、ジャンプしながらだと、飛び蹴り、B でジャンプ、2段まで、X でライフを消費する必殺技、ルドラ、が発動。L、R を押すと左右への短距離ダッシュ。背後に入力するとバックステップとなる。前期にはチビ前期状態と、機械状態があり、それぞれで使用可能なアクションが変化する。機械前期の攻撃は十字ボタンと組み合わせることで様々な技を出すことができる。ボタン連打で連続パンチを見舞う、復連撃、十字ボタン上を押しながらだと、上空まで攻撃可能な竜巻を出す、烈火蛇竜、一定時間押し続けて離すと、飛び道具の金合格雷光が、など、技の多くはゲームオリジナル。敵によって耐性が設定されており、技を使い分けることが重要となる。チビ前期状態だと飛び蹴りと、二段ジャンプ以外の技は出せなくなる。ステージには攻撃して破壊できる塚があり、塚を壊すとアイテムが出たり仕掛けが、発動したりする。アイテムはルドラのライフ消費を、抑える、巻物、と体力を、回復する、驚異の実、残機を増やす 1UP アイテムがある。ただし、驚異の実の中には動き出して、攻撃してくる罠も存在する。ライフ残機制。死亡時は到達エリアの、最初から再開される。エンディングを迎えると難易度の、上がった2周目が始まる。評価点。美麗なグラフィックと雰囲気の、良さ。グラフィックの書き込みが良く、原作の雰囲気を忠実に、表現している。また、ゲーム冒頭や特定の場面ではビジュアルシーンも、用意されているが、このシーンもアニメ版の作画を、忠実に再現している。前期の封印解除デモでは原作よろしく、パンチラ、というよりパンモロ、もある。次回作に比べると数は少ないが、一部ボイスも用意されておりデモシーンや、特定のイベント、技を出した際などで喋ってくれる。ゲームプレイとストーリーをマッチさせた会話システム。ステージ中、画面上部に鮮明と前期、ボスの会話が常に流れるため、他のアクションゲームに比べて、ストーリー展開がわかりやすくなっている。状況に応じてヒントなどを、含めた様々な会話が交わされるため、
雰囲気を盛り上げてくれる。それでいてプレイの邪魔になりにくい画面構成なのも、要点。賛否両論点。ゲームバランス。前述の通り、敵には効果の高い技と、低い技が存在するが、特にヒントはない。効果の低い技に対しては、非常に硬くなり10発以上入れても、倒せないため、耐性の存在に気づけるか、否かで難易度の評価は変わる。また、飛び蹴りを当てた際にダメージを、受けることがあるなど、当たり判定が曖昧かつシビアな面がある。逆に言えば、耐性の存在に気づければ、様々な技を使い分ける面白さがあり、入力も簡単なためアクションゲームとしての、出来は悪くない。全体的な難易度の面で、言えばゴリ押しが必須な場面があるものの、後半に行くにつれ徐々に、高くなっていくあたりは良好と、言えるだろう。前後面とやや少なめだが、道中は複数のエリアに、別れ中ボスも配置されているので、さっくり遊べる一般的なボリューム。探索要素。探索といえば聞こえ範囲が、実質やっていることはステージの、行き止まりまで行って結界を、解く方法や別ルートを探すために、来た道を戻るだけ。行き止まりでの会話がフラグとなっているため、先に結界を消せる塚を、破壊したり隠しルートに進むことはできず、やらされている感が強い。一応、それ以外にも攻撃すると、隠しアイテムが出現する壁や、アイテムが大量に置かれている隠し部屋といった純粋な探索要素も、存在するが、問題点。操作性は若干悪め。特にジャンプの挙動がやや、重いため足場に乗るのが難しい場面がある。二段ジャンプもジャンプというより一段目の、頂点で前に進んで飛距離を、伸ばす感じなので、高く飛べるわけではなく癖がある。チビ前期ではやれることが大幅に減ってしまうため、面白さが半減する。使用するのも一部区間のみと、チビ状態の扱いに困っている説がある。ピカミ前期のアイテムを拾う判定が、上半身にしかないため、地面のアイテムは、しゃがまないと拾うことができない。塚からしかアイテムが出ない関係で、一度に多数のアイテムがばらまかれるため、何度もしゃがむ必要がある場面も、多い。チビ前期の場合は問題ないのだが、また、憑依の術など一部攻撃を当てづらい敵も存在する。これがゴリ押しの原因となっている。パスワードなどはなく、途中から再開したい場合はステージセレクトの裏技を使わねばならない。もっとも、前述のようにステージ数は少なめなのであまり気にならないかもしれない。総評、判定の曖昧さなど作り込みの甘い部分もあるが、コンセプトは良好でそこそこ遊べる佳作アクションゲーム。オリジナル要素も多いが原作を変に壊して羽織らず、原作ファンも安心して楽しめる有料キャラゲーである。概要、月刊少年ジャンプで連載されていた黒岩義弘の漫画、鬼神童子 ZENKI を原作としたキャラゲー第1弾。ストーリーはオリジナル。コマンド入力で様々な技を出せる純格ゲー風のシステムを持った横スクロールアクションである。ゲーマーの意見、たかし意見。タイトルからもわかるように、昔月刊ジャンプにて連載していた、鬼神童子前期のアクションゲームです。子供状態と大人状態を、ステージによって使い分けて、幾多のステージを、切り抜けます。子供状態の時は、あまりアクションもなく単調ですが、大人状態は多くの必殺技を、駆使し巨大な獣を、なぎ倒せます。必殺技を使う時などに、クリアな声が出るのが好印象。
しかし、序盤は少し動きを読めば、簡単に倒せますが、ステージが進むにつれ、かなりのゴリ押しが必要になり、ストレスが溜まってきます。そう入っても少々やり込めばそう難しいゲームではありませんので、前期の声を聞きたい人も、アクションを堪能したい人も、一度やってみると良いでしょう。
Yeah.
撃破、連撃。Come on!
ズレマハ、ガズレマハ、ガズレマハ。うわ、ガズレマハ。うわ、ガズレマハ。
が。バズラマハ、こっちはバズラマハ、バズラマハ、こっちは。最高だ。うわ、うわ。
¡Suscríbete al canal!